Yoshikage. ん?慎重に勝負! またせてしまったな。 逃げられそうか? 体は動きますが、 猛虎が川の上の辻から見張っとるんです。 アザモの方には危うくていけません。 始末しておこう。 酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。津島一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。
このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。ハゲ、さあ。試しといくぞ。ウチゴウーカー変に撃ってきますな。悪徳な侍。
走れ、影。尋常に勝負。どうしよう、どうしよう、どうしよう、これからも頼むぞ。一番手は誰だ？
石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて、穏やかに過ごすことはあるのか。
安らかに眠れ。影。実に穏やかだ。かような地があるとは。ふっ。おや、鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とはまさかご存じないのですか。名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきにぜひ夕餉を共にされて神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。ああ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は猛虎に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。
はダバだ。戦向きではない。バグはよく見るものだ。この蔵は樋口殿のものだ。人禄は武士ではない。口を割らせるか。人禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ。まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。申し込む。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。痛くねえ。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。故障だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。死で物め。女衆にも知らせねば。ハゲ、さあ。
井様、お戻りで。人禄は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。かけろ、かけ。
慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。血まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。
妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。少し疲れたか。いい子だ、ハゲ。鎧はお体に合ってます？何を直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるには、まず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。弓の手入れをいたしましょう。
では。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。磨き上げましたよ。その太刀が錆を散りますね。弓を見て差し上げましょうか。天下無双の弓ですよ。入る。キャプテン・サラ・キャープウェイ。逃がしてやる。どうにかしてください。船の修繕のため木が切られてます。どこで？東の海岸の宿営です。
ハゲ、さあ。お助けを。ムクロだ。どなたか、お助けを。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや
怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始めるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとで義時対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。ここぞとばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った。女が橋の方へ逃げるとそやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ。お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻った。その後のことは分かりません。いずれにせよあのような所業は許さぬ。あるようだ。
猛虎だ。隠れろ。さあ来い。暑さだ。続直だ。発生。あの姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。走れ、影。
めたのか。このうめき声だ。Den Legion Band。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。
得させるわけにはいかぬ。連れてきた猛虎だ。試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。安平、槍川の狼藉者め、昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けよう。
随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。影！よし！諦めんぞ。
しい。武士らしくはないが使い手があるな。Tendwan!
休んで。Ben Harvat Ben, Somnasın Burgomcu, Onuklu! Moda? Bitin zu der tuen! Nog dara! Yak artıçın! Sum ter havas nir stersa! Isse hada! Lekun son tevda! Som nasıl bakancı! Here ya, Chingu. On the shirt, you better put it. Tindwan! Yasser, a bit in his heart, who is there? Tindwan!
Sumter havas nischirsin. Som shonke na shik bolson yum alagta. Tendwan.
덴드완! 오이! 우도극자 하르다! 오이! 우도극자 하르다!
少し疲れたか。光消え。
闇を追い伸びて迫りきぬ。ツタの織りなす隠れ身の彼方。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。走れ、かけ。剣は先祖アレクボチチ言わさってた。情け深いお方でよかった。さあ早く逃げよう。どうかお受け取りください。
少々手荒だが使えそうだ。
抜けばかりか。
Ой, мынау кекчі арта! Тэр биш үеч. We have food beds. Oi, unok ikta harta. We have food beds. Enuk. Samurai called half nash pusat. Her tin bed. Tin harwat ben. Tin ben. We have food beds. Yats tosle. Polari check. We be
侍、そちらは坂井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。そのたちはまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。忠頼公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ？その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ、鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。
けさやぎ風に揺れたる竹林に追い伸びたるぞ海外しける沖縄の申した通り心が静まり強くなったようだまた読んでみよう役立つものばかりです。矢筒を新しくいたしませんか？これほどの品はありません。お役に立ててくださいまた来よう またいつでもいらっしゃってくださいの覚悟を忘れはせんぞ頼むぞ。
よし。
騎兵元を着いた。杉ヶ差衆はこの地におるらしいな。お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。行く桃とせの昔か、長尾忠頼公音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先はずれず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど八幡の鎧も消えうせけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこはアザモの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。
比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。全て奪われた。もう食べるものがない。飢死に。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。手に入りにくいものが揃ってますよ。お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処。侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。モコも島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。
どうぞ見ていってくださいよ。お目が効きますね。礼を言う。目的を達せられますね。何かご入り用でしょうか。目が効きますね。役立つはずです。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるか。ここまで逃げてきたのか。酒井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。
手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。駒田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。影、こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ駒田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたろう。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか？その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。望みは何だ？一生分のタダ酒。それだけか？あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。
戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、俺だ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、対はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモだからどうやって助かった。あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように。逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。
加減はせんぞ。 崩れて寒き途中に根ざしたり木は老いのびていつか栄えん。 撃ってこい。 허락진 악톨나.
助けてください。待たせてしまったな。あのまま死ぬのかと思いました。恩に来ます。もう行け。どこかにかくまってもらえ。そんな場所ありません。猛虎はこの近くの辻で待ち伏せして通るものを捕らえてるんです。案ずることはないぞ。任せておけ。墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。矢倉にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。
ここで死すべき方ではなかった。友を弔ってやってこい。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。И нэг хийсэн хүн өхөх ёстой. Хэртэн байгаа юу? Явчих. Гэтэ бол хомчин. Таном зо, дүү зо. Let's go.
最後だ。食い物を探そう。いかがでしたか。ここじゃないな。こっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。柱、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。
急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくとは。火に気を取られるからな。音を立てるなよ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いざ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。周兵がいるぞ。君はあるか。お前は仲間に渡した。ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。
person who needs help. なんだ。猛虎の兵略図か。龍蔵と話そう。あっちベリー。 立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。 おしょ、大将！実証、俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。行くぞ。 見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食いもん持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。 抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。カネタの木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。
猛虎相手にはまだ足りぬ。少し疲れたか。